一風焼き沼、はい、用意スタート。よいしょ。いや、誰でしょうか。いや、よいしょって僕も普通にいつもの癖で測りましたけど、何？強欲の魔女、エキドナだろ。魔女なの？エキドナ？ちょっと僕そのキャラ知らないんですけど、あれですかね、リゼロですかね、多分これ。うん、この感じ。なんかね、レムとラムは過去にも書いてましたけど、ここに来てまたリゼロ？まあ、詳しくないんでね、ちょっと申し訳ないんですけど、わかんないんですけど、まあ、うまいんじゃないんですか今んとこ。ちょっとわかんないですけど、まあ、人気の作品なんでね、全然わかる人はわかると思いますが、うまいっぽいっすよ。わかんないですけど。わかんねえんだったら言うな。いや、多分ね、うまいっぽいっすよ、これ。わかんないですけど、あ、なに？何を書いてんの？おお、そういうのがあるんですね、わかんないですけど。はい、そういうのがあるんだ。うん、わかんないですけど、うまいっぽいっすよ、これ。わかんねえんだろ。いや、全然わかんないですね。わかんねえんだろ。わかんないですけど、多分うまいと思います。はい、よいしょ。さあ、止めました。タイムの方はドルルルルザン。よいしょ。あ、1分32。うわー、はい、いつさにかー。はい、何？いつさにかー。いつさにかー。あるあるなんで、1分超えることはね、分かってました、大体。あ、いや、でも1分半のね、クオリティとは思えないぐらいうまいっぽいっす。分かんないですけど、僕はね。この調子でな、はい、魔女7人全部書いて。そんなにいるの？いや、だったら柱書いてくださいよ。柱？柱を、はい。柱ってあの、ん？何？ここの。いや、タオパイパイの柱じゃねえわ。え？誰がパイパイさんの柱書けって言うんだ。いやいや、鬼滅の柱ですよ。出ました、このモード。いや、結構残ってますよ、柱シリーズ。俺らが書きてえ時に書きてえもん書くから。いやいや、17号みたいな言い方したよ。俺たちはやりたい時にやるじゃないんですよ。え、次も絶対見てくるわ。急に終わる、怖え。エキドナさん、ググります。しょいよ。